朝日山城は、石川県金沢市北戦国町にあった安土、桃山時代の日本の城石、一本騎城とも言う。1582年、天下統一を目前にして、織田信長が倒れた、本能寺の変の直後に、山崎の戦いで、明智光秀を撃った橋場秀吉は、自身の天下統一に向けた活動を先鋭化し、翌年の静ヶ岳の戦いで、柴田勝家を滅ぼした。 続いて1584年には、織田信を徳川家康連合軍と衝突し、小牧、長久手の戦いが勃発した。この時、信長に仕えて越中に進出していた笹成政は、前年の静ヶ岳の戦いでは秀吉に降伏することで越中を維持していたが、小牧、長久手の戦いが起こると家康に接近し、一転して反秀吉の動きを見せた。 これにより越中の笹なりまさと、秀吉方である加賀の前田利家との間で、軍事的な緊張状態が発生し、北陸道の脇街道である、田地下越や、小原越、二股越などの古道が通る、下越国境地帯には、街道沿いに多くの山城が築城されることとなった。朝日山城は、この城西軍の一つとして、 前田軍の村井長寄により、田地下越に築城されたもので、同じく田地下越にある佐々軍の一条寺城と対峙していた。このほか田地下越より南方の小原越には、切れ山城と小根城が、二股越には高峠城と荒山城が築かれた。朝日山城の城跡は、小根城の北西 1.2km の標高を 180m の丘陵城に位置する。 京都地市の加納京都寺によると1573年に上杉謙信が一行一騎を朝日山に攻めたとの伝承があり、より古い時期から城塞としての利用があった可能性もあるが城として明確に資料に現れるのは1584年からとされる。東西方向に伸びる両線上に堀切りで区画された三つの車が作られている。西側の 竹の久保と呼ばれる車が本極林と考えられ、その東に二の車、三の車が続く。本極林と二の車の北側斜面には腰車がある。前田軍が築城中、佐田軍に襲撃され一時占拠されたが、村井側が奪還した、あるいは当初佐田軍が築いていたのを前田軍が奪ったなど、追記の状況には諸説あるという。 これら開越国境地帯の山城軍は、1585年に、成政が秀吉に降伏し、前田利長が、越中西部を掌握して、軍事的緊張状態が解消したことにより、その役割を終えたと考えられている。ありがとうございます。